もうええっちゅうてね。はい。ありがとうございます。さっきと逆回りにしてしまいました。ちょっと角度も変えてみましたけども。皆様こんばんは。カズチューブでございます。僕のツイッターに寄せられましたオリックスさん負けた後のコメントご紹介、メッセージバージョンでございます。負けたにもかかわらずたくさんのメッセージを頂戴しております。ありがとうございます。ねえ、皆さん、ご紹介してまいりましょう。しーちゃんさん、いつもありがとうございます。4回まで7点取られたのが痛かったですね。ちなみに西勇輝はこれで12球団勝利達成ですね、ということで。そうだね。まあ、オリックス時代もたくさん勝ってくれましたからね。ありがとうございます。陽一さんですが、今日は陽一丼で4点取られて、曽谷投手もチームもなかなか厳しかったと思います。まあね、明日勝って勝ち越しと週末に向けて期待したいと思います。打線頑張れ。いや、今日の展開はやっぱり打線は厳しいよね。やっぱりまあ、頑張った方だと思うんだよ。ヒットも結構打ってるしね。まあ、西君、いいピッチャーだけど、そんなになんか完璧に抑え込まれるピッチャーじゃないんで、競っていれば絶対チャンスはあったんだけどね。シャウさんは、曽谷投手、初回と4回の失点が全てでしたね。そうだね。西投手も好調ってわけでもなく、つける隙はあったと思いますが、僕もきっとそうだと思うのもね、結果は結果なので、それ以上はありませんが、ということ。明日は山岡投手に期待して関西ダービー勝ち越したいですね、ということをおっしゃる通りです。あるビーズファン。途中出場の茶野くんも良かったです。ということですね。まあそうだね、今日ね、茶野くん外れたんだよね、スタメンから途中出場だったんだよね。カイトさんは、打線はそこまで悪くないので、明日はオリックスのエース、山岡に頑張ってほしいです。頑張ってほしいね。棚広さんですが、今日は朝から阪神ファンの ABC のアナウンサーが、生放送で曽谷投手のことをバカにしていたので絶対勝ちたかったのですが、本当そんなことしたの？すごいな、悔しい敗戦となりました。まあバカにはしてないと思うんだけども、そういうふうに聞こえたのかな？どうなんだろう？僕は見てないからわかんないけど。おは朝かな？おは朝だったらアナウンサーはあの人だよね。藤原輝明さんは、前投手は上々の出来だと思います。どんどんリリーフで使ってほしいですと。そうだね。楽しみですね。ミッキー0731さんは、あとは山田投手も好投続いているのが良きですね。確かに、ストレートが強いということ。山田投手もナイスピッチングでした。ブレイブなにわさんは、大前さん、まずは死のロードお疲れ様です。今、博多まで戻ってまいりました。神戸まで帰れなかったよ、今日。残念です。なんとかカード勝ち越したいですね、ということ。そうだね。総会王さんは、曽谷、宇田川はまだ厳しいという感じがします。まあ、個人の感想ね、ということですね。8回に登板した前投手が今季戦力として現実的な気がします。考えたら、能見さんの予言ってすごいね、当たるね。まあ、予言というか、当てずっぽうじゃないもんね。ちゃんとした根拠に基づいての予想だからね。素晴らしいね。福井のけいちゃんさんは、切り替えて明日はたいちゃん。先輩の投球に期待です。先輩頼むよ、本当にね。パパバカボンさんは、今日は1軍2軍とタイガースは完勝ですね。もうファームも10対1をもうよく打ったわ。今日13安打タイガースファームね。バファローズは完敗ですが、明日は絶対勝ちましょう。勝てばいいね。勝ってほしいね。ということです。それから、ノリックさんは今日は気合い入れて会社を早退して敵地へと乗り込んだのですが、非常に厳しい結果となりました。ありがとうございます。本当に。また応援してくださいね。ハーナさんは、宇田川くん、梅野選手から三振奪ったように、指のかかるボールが増えれば、昨年終盤のような投球が戻ると思います。ということ。マイクも次に期待のマウンドでした。ということですね。打線の皆さん、明日は味方の先発投手に援護点を頼むからお願いします。味方の先発投手、タイちゃんじゃん。よろしくお願いします。1988-1019 川崎さんは、お疲れ様です。今日はしゃあないですね。明日は甲子園行ってきます。よろしくね。
僕も本当だったら行きたいんだよ、甲子園な。甲子園でここ10年で5試合くらい観戦していますが、負けたことはありません。だから絶対に勝ってきます。よろしく。任せたよ。タカさんは今日は初回からでしたねって、ね、何が初回からなんでしょうか。初回がまあ全てと言いたいんだろうね。残念でございました。それから、二宮座代さんは阪神と甲子園相手にスイープなんて難しいですよねということですね。とにかく明日は山岡に勝ちよ。紅林弘太はセ・リーグでよくあるけども、4回だから早すぎると感じはしました。まあ確かにダブルスイッチ必要なのかもしれないけども、紅林になったんだよね、あそこはね。打順の関係もあってね、もったいないね、確かにね。だからセ・リーグの野球ってやっぱりちょっと違うんでね、いつもとね、難しいね。いつも勝たなあかんコードさんは、曽谷は完全に飲み込まれましたね。まあ、この経験がこの先に生かしてほしいですねというところですね。宇田川投手、少し割れてはいましたが、めどは立った気がします。僕もそんな気がするんだよね。やっぱ彼は一軍で投げてなんぼやと僕は思ってるんでね。牛松さんは、最近いいところはあるけど結局負けるってのが続いてるような、この辺で練習しておかないと大変なことになるかも。まあね、まあしんどい時なんて怪我人も多いしさ、打つ方も守る方も監督がまずいないからね。その中でまあ連勝も大切なんだろうけども、僕は今連敗しないことが大切だと僕は思っています。耐える時ってあるんで、今がその時なのかもしれませんよね。ありがとうございます。それから、ウッチーさんは、今日はしょうがないですね。ルーキーで甲子園はしんどかったのかなということ。良い経験得られたと前向きに捉えてくれたらということなんですけども、でも、これから先、やっぱりそういうムードの中で投げていかないといけないわけでね。甲子園も確かにすごいけども、ペイペイドームもやっぱりぐるりほとんどホークスファンの中でこう投げていかないといけないんでね、ドイツリーグでも。まあそれはまあなかなか言い訳にはなりませんわね、プロなんだから。だけどまあルーキーなんで頑張ってほしいですね。アームドさんは明日は雨予報ですが、いい休養になればいいと思います。雨予報なの？いや、雨でもさ、もうおそらくソールドアウトなんで、そう簡単には中止にはしないと思うよ。少々雨でもやるんじゃない？はい。ということですね。それから、後藤克彦さん、明日、タイちゃん、スカッと勝ってちょうだいってこと。おっしゃる通りだわ。ね。よりよりメタルさんは、今日もまた茶の間好走塁光って負けてもそういうプレーがあると楽しいですねって、そういうのあったんだね。よかったね。それから、織安さんは、まだまだ課題は多いですが、しっかり経験積んで頑張って、ほしいですねってね、曽谷くんね。明日は久しぶりの甲子園、現地予定です。良い試合を期待しています。よろしく応援。そんな感じ。ライム666さん、大前さん言うように今日は完敗でした。宇田川君帰ってきて何球かいい球ありました。なるほどね。その何球かの割合が増えていってくれたらいいね。明日山岡君に期待満載です。僕も満載で応援します。チャコリンさんは、野球はつくづくピッチャーだなと思って痛感した試合でした。もう僕ももうその痛感しております。本当に吉野君すごいね。やっぱりちょっと違うね、レベルがね。でもそう思う僕は本当に。やっぱ無双モードに入ってきたんじゃない、由伸君、本当に。まあ、毎年この5月の交流戦あたりからぐっと上がってくるんだけどもね。それから、中川洋平さんです。今日は阪神の打線がつながったんで仕方ないかと思いますと。曽谷投手も期待できる投球でした。前投手良かったですよ。明日の勝利に気持ちを切り替えますということで、ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージを頂戴しました。全部、お読みできませんが、全部目は通させていただいております。この後、勉強します。今回も最後まで。
ご視聴ありがとうございました。まあね、負けたら皆さんも、コメントも辛口にはなるし、気持ちも沈むし、だけど明日に向けてっていう気持ちにもなるし、頑張りましょうね、お前も博多のホテルも。僕は今日一番のショックは神戸に帰れなかった。あと3分試合が早く終わってくれていたら、もう8時20分の新幹線に船小屋から乗れて、筑後船小屋からね、神戸に帰れたんだよ。もう今この今10時33分今なりましたけど、この時間はもうほぼほぼ岡山です。なんかこう博多駅に着いてね、乗り継ぎの電車ないからないに決まってるんだよ。で見てもね、福山行きこだまとかね、広島止まりのさくらかな、そんなしかなかった。まあ博多でゆっくり今日は今から勉強して、明日早く起きて頑張ります。じゃあね、お疲れ様でございました。明日頑張れ、たいちゃんもお願い。